はいどうもです。今日はですね、陸生有尾類の飼育方法ですね、イモリとかサラマンダーとかですね、まあ、こういうところに気をつければいいんじゃないかなっていうのを話していこうかなと思います。であくまでうちでやってる飼育方法で一例でしかないとは思うので、まあご参考程度に聞いていただければなと思います。で今回話すのはですね、苔とかシダ植物とかそういうのを使って作る、まあ、苔リウム、イモリウム、まあ、ビバリウム、パルダリウムとかいうものではなくてですね、プラケであったりとか、100均に売ってるシューズケースであったりとか、そういった、まあ、設備、飼育用品で、まあ、買う買い方の話をしていきます。でざっくり両生類のことについてなんですけど、こいつらは結構この皮膚呼吸に依存してるところがあってですね、皮膚がまあ乾きすぎてしまったりするともう死にます。よく脱走してね、カピカピの状態でミイラ状態で見つかったとかっていうのはそういうことなんですけど、水分を皮膚からしっかりまあ吸収というかしていって、こう生命維持をしていくんですね。で両生類はこの陸でも水場でも両方で生活できるみたいな、結構思われがちみたいなんですけど、僕も飼い始めた時いろいろネットとかでも調べてて、この生きていく上では陸地も必要だし水場も絶対必要っていう、そういう意味でまあ両生類っていうまあ定義というか言われ方をしていますね。なのでこの鱗があったりとかするまあ魚、爬虫類とか、まあ、毛が生えてる哺乳類とかに比べてすごいね、繊細デリケートな種類であるっていうことを念頭に置いていただければなと思います。結構プラケとかでもやっぱ飼えるんですけど、しっかりねそういう知識もあった方がいいかなと思います。まず床材の話なんですけども、いくつか候補があるかなと思います。まず1赤玉、2砂利、3ソイル、4炭化コルク、5水苔、大体この5択になってくるのかなとは思います。ちなみにうちでは赤玉か砂利、この2択でやってます。もう各々ね、こう合う合わないとかあったりすると思うので、いろいろ試してそれを定着させていければいいんじゃないかなと思います。まあ定着は別にしなくてもいいか。ほんならまず砂利ですね。別に砂利なんでもいいと思います。昔からよく使われてるオイソズナとかでもいいと思いますし、まあ昔って全然知らないんですけど、まあなんでもいいかなと思います。で水入れがあって、シェルターと石がありますね。石は脱皮するときに擦りつけるために入れてるんですけど、まあこのシェルターが結構デコボコしてるんで、まあそれで補えるかなと思います。でここにはちっこい赤原イモリがいますね。これ水場には石を入れてるんですけど、まだちっちゃいので溺れ死んだりとかするのを防ぐためと、これタッパーに水入れてるんですけど、タッパーちょっとね高さがあって出られなくなったら困るので、そのために足場として石を入れてる状態です。でこの赤原イモリは結構ちっちゃいうちから水性化で刺して買ってはる方とかもたまにねお見かけしたりするんですけど、例えば最近よく聞かれる、マダラですね。マダライモリが結構買う人が増えてきてて、しかもサイズがねなかなかちっちゃいサイズで、この買い方とかたまに聞かれるんですけど、いきなりね水水深深いところにドバーンと入れたらバッカーって死ぬんで、まあ溺れ死ぬんですよね、溺死しちゃうので、基本マダライモリってアダルトでも陸上で生活を送ってて、で繁殖期になったらその時だけ水場に行くっていうような、まあ、生態生活の仕方をしてるので、もし水入れ置くとしてもこうやって登りやすいように溺れないように石とか足場を置いてやるとか、水深浅くしてもうすぐに顔が水上にプッて出るようにねしてあげるとかできたらいいのかなと思います。もう一つこの湿地ゾーン、まあ濡れてる湿ってるようなゾーンの候補として水苔ですよね。これね砂利の上にもさってそのまま置くと、砂利掃除する時とかにこの水苔のカスとかがねバババーってできて鬱陶しいんで、このなんつってんですかね、これ鉢受けかわかんないですけど、まあ、これに僕は入れてます。これ自体が陶器なので、この辺一帯はちょっと湿度が高い状態ですね。でこの左側のこの流木とか石を置いてるところはちょっと乾燥してるっていう感じですね。よく床材びちゃびちゃにするんですかとか、そこに水張るんですかとか聞かれるんですけど、僕は水張らないです。霧吹きは毎日するんですけど、ちょっと壁面とかにささってしたりとか、床材が軽く濡れるくらいですね。
水張ってしまうとやっぱ水動かしてないんで変える必要があるんですけど、いかんせんこのプラ系とか50本近くあるので、それしちゃうと毎日の世話がすごく大変になっちゃうので、まあ、僕は水張らずにやってます。だから砂利も浅く敷いてますね。で今映ってるこれは砂利に傾斜つけて水を張ってる状態ですね。こういう形態だとちょっと斜めにしてスポイトでスポーッだったらもう水すぐに変えれるので、で湿度もある程度勝手に保たれてる状態ですね。こういう買い方してる種類もいます。まあ、ポイントとしては湿ってるゾーンと乾燥してる、まあ、乾燥気味のゾーンを作ってイモリに好きに選ばしてやるっていうのが理想的なんじゃないかなと思います。でこれはちっこいクロカタスツエイモリのケースですね。でこのケースの床材は赤玉土の小粒ですねになってます。砂利の時と別に変わらないです。床材が違うだけですね。ですごいちっちゃいので、これ水入れはこの爬虫類用の水入れなんですけど、こいつも多分深い水深にボトン落としたらボッカー死ぬまたサイズなので、この水入れの水深ってかなり浅いです。多分こいつが入っても全身は浸からないぐらいですかね。でこれ床材ちょっと濡れてるんですけど、本当表面だけがさっと濡れてるくらいですね。でうちは赤玉土は全部小粒で統一してるんですけど、一応理由があって、まずしっかり敷き詰められてる感が好きっていうのと、中粒以上だと一粒一粒が少し大きくなるのでちょっと空間ができてしまう。でこれくらいちっこい生態だと歩きにくそうにするっていうのと、糞がその粒と粒の間の空洞のところに入り込んでしまって発見できないっていうこともあるので、僕は小粒にしてます。小粒だったらね、よーく目凝らしたらもうパプッとね糞なんかすぐ見つけられるので、その点はいいかなと思います。で一つの赤玉デメリットとして、やっぱ土なのでこのケースが汚れるっていうのと、あとこのイモリたち自体が土まみれになるっていうのはありますね。ただ土まみれにねこいつらがなるのは結構なんかかっこいいので僕は好きなので、まあ別に問題ない感じですね。でこれはシューズケースで管理してるガライカポルトガルファイヤーのケースですね。これね水苔置いてるんですけど、この湿地ゾーンとして一応ガライカってこう潜ったりする性質があるので水苔を置いてるんですけど、しっかりねシェルターのところにこうちょっと暗くてひんやりしてて少し湿ってるみたいな環境を作ってやれば別に水苔潜らないんで、まあ水苔じゃなくてもいいのかなって最近は思ってます。っていうのも水苔が僕結構嫌いで、まず水で戻すのもめんどくさいし、この袋開けて取り出す時になんか細かいのがファッサーってなって散らかるし、あとなんかめちゃくちゃ尖ったというかなんか爪楊枝みたいなのが入ってたりして、それがガッサー刺さったりするんで鬱陶しいんですよね。で水苔はだいたい週1くらいでもう新しいのに取っ替えちゃってます。見た感じでね汚れてきたりしたら見栄えも悪いし、この水苔の中でもしかしたら糞をしたりしてるかもしれないので、まあ週1か、まあ、10日に1回くらいは変えれるのが一番ベストなんじゃないかなと思います。あと単純に水苔は誤飲が怖いですね。たまにねあるんですよ。ちっこい破片みたいなやったら全然うんことして出すんですけど、大きいの飲み込んじゃうとねちょっと取り返しつかないことになったりもするので、水苔使うときはそこ注意した方がいいかもしれないですね。でこれもシューズケースになるんですけども、そもそもね靴を収納するために販売されてるものなので、この空気の穴っていうのは自分で開けないといけないです。ちょっとね僕適当に開けてるんで汚いですけど、まあハンダコテで開けてます。でこの通気性っていうのはすごい大事で、仮にこのケースの中がめちゃくちゃ乾燥してたとしても、一部だけでも水苔とか、まあ、ちょっと映ってる白いところ水入れですね、こうやって湿ってるゾーンがあれば、その水気を求めてイモリが勝手にそっちの方行くんですけど、例えばこのこういうシューズケースとかで空気の穴あんまり開けずに、で霧吹きとかもうバーってしたとして、ちょっとケースの中がめちゃくちゃ蒸れるんですよね。でもうケースの中全体が蒸れてしまうと、もう乾燥してるとこないので逃げ場なくなって、本当にね蒸れってね一瞬で死ぬんで、そこは気をつけた方がいいですね。で砂利で飼われてる方は分かると思うんですけど、砂利を洗って
でその洗った砂利をまたケースに戻して芋に戻して、でやったら綺麗になったってなった時に、芋に結構ね壁登るんですよね。多分ですけど、このまだ砂利とか、まあ乾かして使ったらいいんですけど、ちょっとびちゃびちゃな状態っていうのをやっぱ嫌って多分壁に登ってると思うので、よくねイモリの行動もね見てたら、あの飼育のヒントになったりすると思います。でとにかく両生類飼育においては、まあ爬虫類でも同じだと思うんですけど、とにかく清潔に保つっていうのがあの大事になります。水入れの水を毎日変えたりとか、水苔床材とかも、まあ、洗うなりとか、定期的に新品に変えたりとか、そういうのがすごい大事になってきます。自分の排泄物とかで汚れた水を自分でこう取り込んでしまって、それで皮膚病になってしまったりとか、あと狭いこのケースの中でもうほんと過密っていうくらいたくさんイモリをドバドバドバッと入れてしまうと、もう違う個体がした糞尿とかで別の個体がやられてしまったりとか、もうそれがどんどんケース内広がってもう全滅とかいうのもありえるので、そこはやっぱ気をつけないといけないし、そういう自家中毒っていうのがあるよっていうのは、あの知識として両生類買う上では知っておいた方がいいと思います。で最近有尾類買う方ほんと増えたなと思いますし、特にこの爬虫類飼育者の方ですよね。例えばイベント行って有尾類見たとか、実際に有尾類の動画とか写真とかSNS 上に上げる方も多いので、それでは可愛いってなって買いたいってなって買う方もすごい多いし、よく見かけるし、よくどうやって買えばいいですかみたいなことを聞かれたりとかもするんですけど、まあ、初めて両生類買うってなって、やっぱりこのコケリウムとかへの憧れはすっごいね、あのごっつわかるんですけど、俗にこのインテリアとして、部屋のインテリアとして作り方とかが公開されてるようなコケリウムもすごい簡単、土敷いて、もう細葉大きな苔とかボーンと置いて、シダ適当にバーンと植えてみたいな、すごい簡単に作れる、そういう作り方を、まあ、鵜呑みにして、そこでこの両生類、まあカエルでもいいしイモリでもいいし買ってしまうと、あの危なかったりとか、実際にこのなんやろ、新しいケージ作りましたみたいな、ツノガエルに作りました、イモリに作りましたみたいなんで、それレイアウト自家中毒怖いでみたいなとかも正直よく見かけるので、まずはね、両生類ってどういう生態なのかとか知った上で、実際このプラケとかでも簡単に買ってみたりして、いろいろ観察して、こういう行動するんやとか、こういう温度帯好むんやとか、湿度好むんやとか、そういうのを分かってから、そっからこの生態を入れるコケリウムとか作るにはどういう風にしたらいいんやろうっていうのを、まあしっかり学ぶというかしてから作れた方がいいんじゃないかなと思います。正直ね、 YouTube とか見るより、あの Twitter とかで実際、まあ、そういうのされてる方とか買われてる方に聞くのが僕は一番確実かなと思います。はい、まあそんな感じで感疲れたな、なんか多分言い忘れてることもあると思いますし、っていうかもう絶対なんか言い忘れてるんですけど、今回はもういいでしょう。はい、それではほな。